から小田ちゃんのを聞いてむっちゃんがアドバイスするんだよ。なんかたまに聞くんじゃない、全く俺はそういう風に思ったことないけど周りの人が言うんだよ、顔がちょっと怖いっていう。お俺はいやこのなんか神様みたいな子だなと思ってるのに、新岡さんはねすごい神様みたいな優しくてね、もうあ天使だと思ってるの、うん、でも周りはちょっと違うみたいなの、うん、なんかデビルみたいな感じちょっと調子がいい時メイクもちょっとデビルメイク、あ分かんない、僕は分かんない、そこは分かんない、だってテキストもあの子え、エンジェル、エンジェルモモコって呼んでるの、そうなの、呼んでないはい、今年もお疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。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 おら、おら嘘じゃないだろ。あら来た。本当にやってんだよ。あら神さん。これ本当にやってる人じゃないですか。何待ってましたよ。ちょっとクーちゃん。ほら真っ赤っかいじゃないですか。今までクーちゃんの話してさん、ここ神さん、ずっと神ちゃんの話してたね。あよ長屋のパッケをあこれダメ今日決めたんです。で帰っていいですか。帰ってネットはネットから見て、まずはキャディがみんなね自己紹介するの、クーちゃんも自己紹介する。まずは長屋の、まずは大阪の三好カントリークラブ所属の神田意外ともしよろしくお願いしますあてか脱いですか、脱いで、あれですよ、神さんが来たからには、うん、ほら、セガサミーの V 争いみたいなね、うん、ねこれ今、お題であるの、ね、そう、でもセガサミーカップの岡本がもう、全然面白いこと言わないから、ね、神さんがもうあ敵だよ。いや、そうなんだけど、彼は そんなことは全く言わないわけ。そう、勝ったっすもん。俺はもう頭くんな。いや、こういう話を聞きたい。いや、嘘じゃなくて、本当に。で、アグレッシブ賞みたいなのも取ったよね。ああ、長嶋茂雄さんっすよ。あ、そう。あれも取ったし、もう勝ったのは、まあ、上井さんっすよね。うん、そうだと思う。本当は。いや、勝ってないよ。勝ってない。うん、いや、それ、勝ってないけど。なんで言うじゃん、はい、しばちゃん勝ってるな、幻、いや、調子悪いね、調子悪い、いや、2人でこうやったから幻っていうのに俺勝ってない調子、これ絶頂だ、絶頂だ、長州さんクーちゃんしたら、それじゃないの、今違うの、幻って、幻って言おうと思った、そしたら、うん、勝ってない切れてないと勝ってない、かけろって言ったら、一ついいですか、何これ番組、番組急に盛り上がった。盛り上がった。さすがだよね。え、そんな浸透した。いや、で今回はもうボツ会って言ってたの。え、ボツ会もうないなしだな。なしで、なしで。もう小田ちゃん。いつもボツじゃないですか。いや、いつも俺、いや、なんで俺なんだよ。もうこれ。お前もな。さすが関西人。お前もなって。ベタだよね。モモさんのキャディですよね。そう。モモシがしかもすごくない、急にモモコさんってね、いつもと違う。モモコさんのキャディで、ヒロチさんのキャディで、エリカさんの旦那。しまちゃん、それ言うと急に黙る。ノリやめて。でもヒロチさんはスポットじゃないですか。スポット。なんかいいとこしかやらない。そうそう。なんかヒロチさんが苦手なコースは。しまちゃん、クーちゃん、クーちゃん、そういう会じゃないんだ。ヒロチさん、クーちゃん、ヒロチさんの苦手なコースは。クーちゃん見て見て。セガサミーカップ V 争いについて話す。ああ、そうだ ね。でも広瀬さんの苦手なコースはしないですよ。うんうん、そういう時はクーちゃん一回帰ろ。うん、一回帰ろ。で、もう一回やり直そう。広瀬さん寂しかったな。うん、ね。本当だよ。お広瀬さん悲しかった。俺も。でも広瀬さん悲しい時俺も悲しい。どうだった朝あのひびが入ってるあれ見て。いや俺のヒロシさんもひび入った。ヒロシさんがヒロシさんがモモコさんのとこ行った時にひび入ってた。うん、うん、そう、うん、それはもうすぐ消せるから。でもクーちゃん消せなかったじゃん。消せないらしいですよ。ん、何こんな真面目な話じゃない。そういう回じゃないからこれ。ヒロシさん悲しかったな。ね、悲しいよね。ああ、サブローが行っちゃったっつって。ちょっと待って、天国行っちゃった。いや、そう、小田ちゃん失礼。面白いですね。面白いね、サブロさん。あ、面白いよ。夜は面白いよ。いやいや、本当に面白い。いや、本当にめちゃくちゃ面白いですよ。昼間クソもらってくれ。クーちゃんいいから、セガサミのこれ、V 争いの話をしたいのよ。なあ、もうあんな、もうなあ。
キャディ悪かったから。いや、おい。だって、だって発見してくれなかったの。ないじゃ割れてるやつを。うん。できるかあんな。いや、だって島ちゃん、島ちゃん今は選手の。あ、選手の思いで。ね。発見したから俺が悪い。あとから言っていいから。ちょっと黙って。なんでどうしてどうして。イライラした。しない。なんでだよ。じゃあ何の話これ。いやいやもう島さんに感謝です僕が。そう、あのね、くーちゃん、本当のことを言っちゃダメだよ。もっとちょうだい。え、何なんだよ。でも、ヒロさんとはしないでしょ、それ。できないでしょ。しないよ。カリーもなって。ダブルグータッチだよ。ダブルグータッチだよ。ダブルグータッチだよ。いや、クロスグータッチだよ。ね。ね。ね。で、18番で池入って、池から打つのに俺が靴脱いだ方がいいって言ったら思った以上に浅かったっていうのがあるし、だからそういうの嘘じゃないかっていうの今脱ぐすかみたいな、めんどくさみたいな、あの大詰めで、じゃもういや俺は脱ぎたかったっす、嘘つけ。俺はお前クーちゃんこれ靴脱いでも行くべきだよつって言って、これでも本当のやり取り、本当だよ、ね、でクーちゃんいや本当にいい球打ったんだよね、セカンド、そしたらいやちょっと自分ではあれいい球じゃない、うん、ね、うん、あのねだったら、うん、もうちょっと仲悪くしてくれたからまだいいけど、いいのか悪いのか分かんない、グータッチしといて、もうちょい痛まっていて、そういうのじゃないの、あのね、1秒曲がるの早かった、そうそうそう、それなんです、結局仲いいの、いや、いいよ、どっち、そしたら違うの、それでバッつって、もう本当にいい球打ったんだけど、ちょっと風とあれで速くて、うん、でも息入ってない、でも岡本ガッツポーズしましたよ、うん、そしたら、じゃあ、いや、ガッツポーズしたら、まだ分かんないじゃん、え、池入れてガッツポーズしたの、うん、これ最低だね、ちょっと待って、来た、なんだって、なんだあくびしたんだよ、17番であくびしたんだよ、そうだ、17番でもう3打差であくびしたよね、いや、あくびはしたみたいな、そう、まあ結局、まあ負けはしたけども、うん、アグレッシブ賞は神さんが取り、うん、もう、ね、いや、もう自分はもう本当にあの後、泣いてました、泣いてないじゃん。ここで割れるっつって 笑ってましたからね、ちょっと笑ってないよ、俺のダッシュ見た、あのスタートに間に合う、島ちゃんあの漫画みたいだった、あれガラ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 って足が見えなかった、見えなかった、うん、そのぐらいの勢いでロッカー行って黒髪勢いで戻ってきて、そうっつってパーで右ね、右行かないんですっつったのがプーンって右行ったね、バカ野郎。俺記憶ないかんね、あの、うん、なんセカンド打ってもう奥ちょっと奥のスライス行ってでパーで上がってパーでよかったしか覚えてない。でもクーちゃんは結構冷静なの。あ、全然ですよ、俺があんなに走ったのに。いや、それはもう感謝しかないじゃないですか。え、うわ、え、何このさりげない感謝。カメラ見せる。ちょっと、ちょっと。なんでよ。おお、クーちゃんだ。あ、そうなんだ。でもあれは感謝でしょ。そうそうですよ。焦るもんね。はい、俺、ほんと血圧高いから、うん、大丈夫かなと思うぐらい焦ったもん。うんうん、でも、普通なふりして。やばい。やばいっつって。ベテランだよね。あそこで普通だったら、なんか持ってきたって言ってましたよ。お、え、やってた、やってた、やってた、下手くそかよ、下手くそかよ。いや、もうとにかく、あ、もう、え、で、しまちゃんはどう、本当はどういう感じで来たで、抑えた。いや、もう息一つ乱さず。あ、乱さずね。汗も出るわ、咳も出るわ。実際どうだった、実際どうだった、くーちゃんのドライバーに顔が当たってたよ。うぇーって、くーちゃん、気持ち悪いっつってバンド打ったんだよね。なんか言えよお前。絶好調っすね。絶好調だよ。いや、そういう話、本当の話を聞きたいだけで絶好調っすねじゃない。突き放すのやめろよ。なんだっけ、何の話ですか。ね、で、慎吾さんが1番、あ、10番そのスタートの時に、今日はなんか事件起きそうだなって言ってた。うん、よかったよ、あみちゃんどうなったのって言うから、いや、一体やばいっすよって出したら、うわ、やばい、スリクソンって書いてるって言ったあれ、ボールどこ行ったって吸収されちゃいます。